たくさんの木のおままごとおもちゃがあって、これをこの磁石のところ、これをくっつけてあげるよ。こうやって取れなくなるんだよね。そしてこれとこれも同じかな。よし、こんな感じで全部完成させていってみようかな。これはステーキだよね。ステーキはどこにあるかな？これ。この磁石と磁石を合わせてあげて、よし、これでステーキもできたかな。そして、これは何かな？これは、カニさんかな？カニさん。これは、エビさんかな？エビとカニがいるんだね。あ、これとこれ。こうやって、よし、こんな感じかな？この、尾ひれのところ。尾ひれのところはこれかな？こうやって、これで、エビさんが完成だね。エビさん。とっても大きなエビだよ。そして、これ、これは何かな？ホタテの貝柱かな？これは、この貝の中に、よいしょ、こうやって入れてあげる。これで、よし、ホタテ貝ができたね。そして、これが、スイカ。スイカだよ。スイカすごく薄く切ってあるよね。これはカニさんの部品が結構出てきたかな。この奥のところにスイカ。スイカの磁石はこことここにあるよね。これをこうやってつけてあげて。よし、これで2枚が1つになったね。そしてこれはケーキかな。ケーキ。ケーキはこんな感じで半分になって、よし、これとこれと、こんな感じで、よし、これでホールケーキ、この穴のところに何か刺すものがあるのかな？そして、あ、これはもう一つになってたね。パイナップル。パイナップルと、これは何かな？これは、これだね。これと合わせてあげて、株、株だよ。株ができて、そしてこれがロールケーキだな。ロールケーキ。フルーツがたくさん入ってるロールケーキだね。こうやってあげて、ここのところにも磁石がいくつかあるな。これは磁石でつけられるのがあるのかな？そして、これは何かな？これは、人参かな？人参。これとこれをこうやってつけてあげて、この先のところ、これかな？こうやって、よし、これで人参完成だね。そして、これは何かな？これはもしかして、ここのロールケーキのところに飾り付けることができるのかな？こんな感じ。よし。そして、これ、パイナップルだね。パイナップルと、これが、いちご。あともう一つはあるかな？見つけたら飾ってあげようね。よし。そして、あ、これかな？この先にちょっと棒がついている。これ、さくらんぼっぽいよね。ここの、穴のところに入れてあげて飾り付けできるよ。これはチョコレートのロールのやつだね。そしておっとっと同じものがあるね。こんな感じでどんどんとつけていってあげられるよ。まだあるね。あ、これはクリームかな。生クリーム。生クリームもつけてあげて。クリームはたくさんこんな感じであるから、周りにどんどんと刺していってあげるよ。よし、ここにもあるな。そしてこれはいちごもあるし、それからこれはキウイだね。キウイフルーツ。フルーツのケーキになるのかな。よいしょ。こうやって差し込んであげて、こんな感じでどんどんと差し込む場所がなくなってきたね。あともう一つはこれかな？これはオレンジだね。オレンジ。これで全部完成したかな？よし。
それじゃあこのカニさんだね、カニさんを作っていけるかな。これは足がこんな感じでつくんだよね。このカニさんの体はこう、あ、こうなるのかな。こうやって取り付けてあげて、この横のところにこうやって、あ、カニさんの手がついて、これでカニさん完成したね。なんか面白い形のカニさんだね。そしてこれがメロン、メロンがさっき一つなかったここのところかな。この磁石をこうやって合わせてあげて、よし、これでいいかな。それからこれが S って書いてあるからソルト、塩だね。塩とこのイチゴ、イチゴとこれがネギ、長ネギかな。こうやってもうちょっと長いかな、3つつなげて、これで長ネギだね。そしてナイフ、ナイフもあるし、こんなウサギさんのスプーン、スプーンにこのお箸、お箸もあったよ。そしてここのところにこんな面白いフルーツだね、こんな形のフルーツもあったよ。そしてこれがペッパー、ペッパーとソルト2種類あるんだね。よし、それじゃあこのアンパンマンのまな板とこの木の包丁を使ってトントンしていこうかな。まずはこの長ネギ、長ネギはここのところで3つにトントンしていくよ。結構硬いかもしれない。このフルーツ、フルーツも今度はスッと入ったね。トントンして、これがパイナップルだね、パイナップルもトントン。そしてこの細いスイカ、スイカとっても細いよね。これをさらに2つに細く切ったよ。よし、そして今度がこの人参さんだね。人参さんは3つにトントンして、そしてこのエビ、エビ、エビをこの尾のところでまずは切ってあげて、そしてこの真ん中のところで、よし、切れるかな。あ、こんな感じ切れたよ。そしてカニさん、カニさんはこの手のところをこうやって取ってあげて、そしてこの甲羅のところをこう取ってあげるよ。それからこれがイチゴ、イチゴもトントンして、そしてこのハンバーグもトントン。それからこのカブだね、カブもトントンして、これは何だったかな、これはトマトかな。トマトを3等分してあげて、そしてこのホタテ、ホタテはこの貝を開けてからこの包丁で、よし、ここの部分をトントンしてあげたよ。そして今度はこのホールケーキだね、ホールケーキ、ホールケーキをまな板の上で、よし、半分に切って、また半分に4等分にしてあげたよ。そしてこのロールケーキだね、ロールケーキ、これもここからこうやって2つに分けてあげたよ。